惑にならないように頑張りますので、とにかくよろしくお願いします。切れか。近くにいるとやっぱり大きい。
だここからだ。あなたたち、発生いたします。危ない。はっ、アルファ1バースト時間残りわずかです。私、一生懸命頑張りますから。誰？夜分すみません。私です。あなたか。びっくりした。そこじゃなんだし、入って。失礼します。調子はどう？はい、もう大丈夫です。ご心配おかけしました。あなたはやっぱり強いわね。そんなこと、皆さんのおかげです。コータたちの前でもそのくらい素直でいてくれたらいいんだけど。それはあなたと一緒にロシアから来た大車先生だけど、言われて気づいた時にはもう極東支部から異動になっていたわ。その後の足取りも追ったんだけど、ロシアに戻る途中に荒神に襲われて戦死したって報告しか残ってないのよ。そんな。残念だけどやっぱり腑に落ちないわよね。昨夜さん、私にも手伝わせてくれませんか。せめて何か一つでも罪滅ぼしが。あなたにこれ以上償ってもらうことなんかない。今回の件にはきっと何か裏がある。でもそうね、あなた自身にも関わることだものね。実はね、リンドウの置き手紙が開けられなくて困ってるの。これが最後の手がかり。でもこの手紙を読むためにはリンドウの腕輪が必要みたいなの。一緒に探してくれる？はい。それにしても死んだ後までこんなに振り回されるとは思ってなかったけどね。ゴレニエモレウィペシタトゥナ。何？悲しみは海にあらず、すっかり飲み干せる。ロシアの古いことわざです。そう。ありがとう、アリサ。
なあ、急に集まれって呼ばれてきたけど、一体何なの？知らないです。知っていてもあなたには教えませんけど。朔也さん、何か知ってます？何も聞いてないわ。それにしても全員招集ってのも珍しいわね。どうやら全員いるようだな。本日執行部から正式な辞令が降りた。今回の任務の完了をもって機関をフェンリル極東支部保守局第一部隊の隊長に任命する。これからはお前がリーダーだ。よろしく頼むぞ。すげえ出世じゃん。大出世じゃん。こういうのなんて言うんだっけ。下克上。それ裏切りですよ。改めてよろしくお願いしますね、朔也さん。朔也さん。え、ええ、そうね、リーダーか。なんだか随分頼もしくなっちゃったわね。君になら背中を預けられるよ。これからもよろしくね。早とちりするな。正式に任命されるのは今回の任務完了後だ。それに確かにリーダーともなれば相応の権限が与えられる。しかし同等の重く大きな義務も負ってもらう。人気使いとしての職分だけではない。チームの部隊員を無事に生きて帰還させるという義務だ。死ぬなよ。全員生きて帰る。これは命令だ。さあ、何をぼさっとしている。任務に向かえ。同期がリーダーになるって改めて考えるとすげえ話だよな。まだ入隊して間もないってのにな。本当にその通りだと思います。私たちも見習わないとですね。いい仲間に恵まれてよかったわね。あなたたちはきっとまだまだ強くなるわ。追い抜かされないように私も精進しないとね。
よし、はい、改めて活性化します。
してくれ。頼む頼む。悪いな。頼む、かかってくれよ。行け、返すぞ。クソ、出さない。悪いな。厳しい状況ですね。任務完了だな。任務完了っと。今だ。今だ。俺の出番ってわけね。了解。期待通り滞りなく任務を完遂してくれたようだね。まずは祝辞を述べさせてもらおう。リーダー就任おめでとう。さて、ここに足を運んでもらったのは他でもない、リーダーの権限と義務について触れておこうと思ってね。まずは権限の強化だ。君にはリーダー専用の個室が与えられる。前リーダーであるリンドウ君が使用していた部屋だ。その際、ターミナルにアクセスして使用者権限を更新しておくよう。今まで閲覧が許可されていなかった資料が確認できるようになっているはずだ。情報を開示共有するということを我々が決断した。この意味をよく理解しておいてくれ。そう、これは我々フェンリルからの信頼の証。願わくば裏切らないでほしいものだ。さて、次は義務の方の話だが、君には通常の任務の他にリンドウ君が遂行していた特務を引き継いでもらう。細かい指示は追って伝える。今日は君も疲れているだろう。ご苦労だった。これからもよろしく頼むよ。